サガナマガラの討伐金属地で、はい、角破壊殿のことですリタイアしまくってもう疲れましたわ。撮影する前からどうしよう、根性でもつけとこう。パリーンとか言ったあれですよね、アクーンとか出て、アクーンじゃねえや、カゴが出て一発で死んだとかなったらちょっと悲しすぎるんで。はい、というわけで、今回はシャガルマガラの狩猟、金属地のさっき言ったよねもう言う必要ねえな。依頼人は若き竜人の開拓者。というわけで、前回とはちょっと違って、スキルは同じなんですけど、ハンマーが、テオのハンマーじゃなくて緑ブラキのハンマーですね。スロット1なんですけど、攻撃力と切れ味のが上がってますね。爆破は下がってますね。あれ確か600だったはず、600か650ですね。はい、頑張ってきます。しゃがる苦手でーす。やだな、死んだ。なんかね、もうほんと自分は、バリーンにめっちゃ当たるんですよね。あれだるすぎる。あれダラーマデュラの隕石並みに立ちが悪いですね、あれ。ティー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 とか言いますけど、おら、それ当てようか。なんか初期位置が2種類あるんですよね、しゃがるって。左に歩いて行ってる今の場合と、なんか何でしたっけ正面に、出て正面にいる場合と、ね、なんかいい方来たんですけど。オッケー。まあ挑戦についてるんで、スタンは怒ってから取りたいですね。どうしよう、緊急回避してスタンプでいくか。まあパリンに気をつけながら丁寧にやっていきたいなと思っていますなんかまともな、すごい正しい言葉遣い、いいぞ。はい、避ける、避ける。結構今ギリギリだったな、ボンボンが。横一丁負け、どうだ、参考ね。逃げろ。次で確実にスタンではなかったスタンチ高いな、相変わらず。これもあれですよね、ちょっとこいつ苦手な一つの原因とも言えるかもしれないです。なんか撮影のカメラの方の画面見るとヒットストップがすごいっすね。どんどん止まってるように見えるんだけど、飛躍準備してた方がいいかもしれないな。当たるか、ギリチョン、ギリチョンセーフで横1に向かって縦1やんないと、バックブレスみたいなのがね、ちょっと食らっちゃうんで。バックブレスっていうかね、これ何の液体入ってんだろう。そもそも液体ということ自体が間違っているのかよくわからん。チンのちょいちょいちょい、あー逃げろっす。本当にこれはもう釣られていく釣られていったぞ、釣られたけど死なねえ。ほら根性あるからこんなに気張らなくてもいいんだね。本当に根性あると楽だな。一回食らっても大丈夫という未知の了解の、スキルでございます一回食らっても力つけないとかね。いつも食事やあれ出しとけこれ思うんだけど、ハンターにね、そんなに力尽きてほしくないんだったらね、怪我しないでください、ウフフとか言ってるぐらいだからね。ちょっと怪我してほしくないんだと思いますけど、ね、だったらいつもど根性の出しとけやって思う。もうね、140のギルクエのラージャンとかね、根性出さないとね、ほら見て危ないでしょね、もう本当に根性出さないとやってられないぐらいなんで。ちょっとこっち向いて、はいチーズありがとう。ために間に合い、多分切れるけど、上間に合わないの。乗るところからスタンプ狙い、頑張れる、いけるいけるいける、センキュー。
もし乗るんだったら怒り中がいいですね、挑戦者の関係上。たまにパソコン起動してからちょっと時間が経ってる時に撮影始めると、ちょっとパソコンが重くなってて動画カクカクなってるんですよね。だからいつもパソコン起動したらすぐ撮影するようにしてるんですけど、なんか重い気もするけど大丈夫かな。あれですね、いい動画が撮れてね、俺全然いい動画じゃねえぞこれ。もうさ、桑原ですよ。意味も分からず使うのやめようぜ。この前ね、ドクターなんとかでアキラさんが桑原って言ってましたね。せーの、あ、逃げろ、これ当たる覚悟です。あれ、あの位置難しいよな、ちょっと難しいっすね。さあ、ちょっと漕ぎたいところでもあるけど、あ、乗れるかな。頑張れハンター、てめえはヒーローだ、センキュー。耳栓ついてないんでちょっと失敗する可能性も出てきたんですけど、あれですよね、一番乗ってた、これなら乗りやすそうだよなみたいな、背中してるやつがガララアジャラですよね。あれは本当に背中の羽のひだひだのところいますよね。あれはね、もう落ちないだろうって思いますけど、ね、一番謎な場所に乗ってんのが大名ザザミですよね。なんか急斜面になってる背中の甲羅にもうかろうじて捕まっているような、もうギリチョン乗りみたいな。もうね、ハンターも大変ですよね。ね、誰かわからないやつにコントロールされるがままのあれですからね、狩猟ですからね。毎日お疲れ。たまにね、オンラインでプレイしてて、なんだっけ、高速の攻撃受けるじゃないですか。そうすると捕まってないのにうほーってもがいてることありますからね。あれ本当、何やってんだお前としか言いようがないけどね、見ててなんか面白いですね。和むわけないけど、あ、緊急回避間に合わないかも。間に合うとセーフ。でもためにしか撃てないのが残念。せーの、3スタン取ったら瀕死かなと思います。せーの、 OK です。横一応負け、逃げろ、ノートね、突進来るよね、思ってた。これが一番安全。うーわ、これ苦手。やっぱ右から立ち回んねえといけないのかな。落とし物取りに行きたいけど我慢。飲めね、せっかく根性出したんだからクエスト中1回は発動させたい。たまにちょっと忘れてて、ミラボレアスとかあれじゃないですか、火属性使うじゃないですか。だから貫通して死んじゃうことがあるんですよね。あー、間違えたっす。そう、だから根性発動したのになんで死んだんだなーと思って、死んだんだなーじゃねえや、なんで死んだのかなーって思って、死んだんだなーってもう納得してるよ。ほら逃げろ、お手か、お手、想像してたのはちょっと違うお手ですけど、早めに打たないとね、なんかされるんで、恐ろしいことね。例えばこれが異例ですわ。逃げろ、振り向き、ダイナミックエントリースタンプで行こうぜ。ダイナミックエントリースタンプ、おー、ちゃ、調子乗ってる場合じゃない、いってー、逃げろや、逃げろ。クエスト時間42分5秒なんか今回の実況まともなことが言ってない気がするけど、ジャンプ OK。あれって攻撃力スタンプの2個分ぐらいなんですかね。なんかあんまそういうこと調べてみたことないけど、今度調べてみようかな。縦1で怒るよね、怒んねえこいつ。確かスタミナじゃねえや、体力低くなると怒るんだけど、残念すぎる今のは。わざわざこんなことする必要もなかったが、飲め。まあね、5針いければいいなと思ってたんですけど、
あ、バカバカバカっす。言って。ちょっと乗りポイントもいいやん。乗りつもりはないんだけど。ダメージの高い攻撃を当てていきたいな。パリンがほんと怖いですね。真下から出てきたり、回避した先にいると、ほんとに、ってなりますね。ほら。センキュー。ここ、ちょっとマスった。マスったじゃねえ。ミスった。はい、お手ね。オッケー。相変わらず俺のアナログスティックぶっ壊れたままなんですけど、頑張って撮影してます。危ない。今のところなんかそんなアナログスティックのせいでミスるってことはないんですけど、多分そのうちね、放っておくと危ないかもしれないですね。これ回避必要ないだろう。横一、ほら見ろー、もう残念。ベリーグッドチャンスだったのにな、今の。うわ、根性発動せんぞ、この体力。あぶねーっす。お手お手。お、3回来い。来ない。スタンプも間に合え。またかよ。あれって、どうやって回避してんの？これこれこれ！おかしいおかしい、おかしい。危ねえ危ねえ死に覚悟だぜ今。危ねえ危ねえ危ねえ、前捨て来え。おお、ほんと一瞬で状況が変わる。残念、10針5針ぐらいは達成したかったんだけどな。いや、まあ動画としてちょっと見どころが取れてよかったですわ今の。まあ、俺としてはね、もう生きた心地しなかったけど。え、テッタ？なんで頭当てへんの君。頭当てんしゃい、頭当てんしゃい。はめまーす。前してくる？来ない。前してもない。は？ふざけんなお前。そんな紛れもない。当たるだろこれ、俺当たるだろ。え、あ、なんか突っ込んでくるやつが当たんなかったんだけど。当たってほしかった、当たってほしかった。はい。というわけで、下がる間から一等の城おしまい。危なかった、さっき本当に。何コンボ攻撃だろ。もう紙一重であれですよね、突進の翼が当たれませんでしたよね。お前それ目どうなってんの。目白じゃん。ゴアマガラ以上に視力失ってると思うよ君。口が紫ってあれですよね、ボンボンボンにちょっと侵された感じですよね。きたね口。あら、逃げろ逃げろ。尻尾の黄金だからかっこいいですよね。かっこいいけどモンスター的にはどうなんだろうって思う俺がいるね。お前どう思うハンター。ちょっとさっきピヨって死にかけたけどね、でも君死んでもなんか2回生き残れますから、ね、全然大丈夫ですよ。1個。ケチーなギルドも。ちょっと後でスタンプ置きに行きますわ。ん、お疲れさん。あ、根性発動させたかった。残念。根性のあの1ミリ残る感じがいいですよね。あれたまに空中に削られてえってなるんですけど、一回だけそういうことがあったんですよ、過去に。根性で、起き上がった先に、あぶねーなんつってたら、空中にコロコロって転がらせ、ってなって、今日休日なんでテンション高いですけど。まあ、毎回見てくれてありがとうございます。コメントも、できる限り、返信してます。なんかたまに返信ボタンが押せないコメントがあるんですけど、なんかそういうのはちょっと、でもちゃんと読んでますんで、皆さんのコメントありがとうございます。このおじいちゃん見てるとうとうとしてはっってなってますよね。なんか今日眠そうじゃないな。起きてるな今日は。すげえ、ちゃんと寝たか。なんかこのお姉さんにあのおじさん
なんかたまにうとうとしてますよって言われたんで見てたらね、はーってなってて面白かったな。まあそういうわけでちょっとまあ今回平和な狩りではなかったですけど、とですね、次回はちょっと面白いクエストゲットしました。発見、超最高のお面ということで、これはもうあの子たちですよね。そのクエスト変更する、変更する、変更しよう。次回は多分鬼面族との再会に、ちょっともう今回再会していこうか。俺は初見なんですよこっから。はは、誰もいねえじゃん。集会所に誰か招かれたそうですじゃねえよね。なんかちょっと原因わかんないですけどいないです。ということでどうなってんのわけがわかんねえよもう僕。え、ぶっ壊れたのかな。これではあのネコートさんいるんですよね。いるんだよね、いるんだよね、そういるんだよねなんでいないの、なんで。ちょ、わかりませんけどなんか探してみます。はい、というわけでどうもご視聴ありがとうございました。